ロシア連邦水門気象環境監視局、ロシア連邦水門気象環境監視局、ロ、ファイ、A。フェデラルサービスフォーヒドロミティラロジー、アンドエンバイロメンタルモニタリングオブロシア、ロスハイドロメートは、気象、水門、環境に関するロシア連邦政府の行政機関で、ロシア天然資源、環境省の下位機関の一つ。1849年創立の中央、物理天文台を起源とする。連邦水門気象環境監視局は17カ所の研究所を持ち、そのうちの2カ所は国家研究センターに指定されている。連邦水門気象環境監視局は6カ所の単科大学のほか、数多くの補助組織も運営している。ロシア国防省は D-30 122mm 榴弾砲68門、KS-1900mm 高射砲、BS-300mm 野砲、2A36 152mm カノン砲1門、および120、160、240mm 迫撃砲を、雪崩対策部門用の装備として供与している。その他、カラシニコフ突撃銃、特殊ガス銃200個以上、グレネードランチャーも保有している。ありがとうございます。